はい、ではね、これから制作に入っていきます。まず最初にこの赤バラを持ちます。そしたら、まあ、次の赤バラをこのように持ちます。この時スパイラルという手法で持っていきますね。スパイラルは一定方向にこう茎を回していくことを言います。はい、まあ、スパイラルの作り方もこの動画のレッスンの中に入れておきますので、そちらをよく見てください。赤バラ、まあ、3本ぐらいね。これは今回ミニブーケって短いブーケ風の花束を作っていきますので、このように短く持っていきます。ただこの時重要なポイントがあります。こうミニブーケといえども、このように少し長めに持ちます。持つ場合と、まあ、このようにこのバンディングポイント、握るポイントですね、バンディングポイントから花のトップまでの高さが低い場合と高い場合がありますね。これ高くなれば高くなるほど花も多く入り難易度は上がります。なのでこうなるべくこう短く持つっていうのが簡単にたやすくこのミニブーケを作るコツというふうになりますので、そこはよく覚えておいてください。で、丸めたドラセナをこの周りに入れますね。まあこのように2つぐらい入れました。そしたら次にこのヒペリカムの実を入れます。この時にまたポイントがあります。これね、最初、まあ、このように葉っぱがついてます。この葉っぱつけたまんまだとものすごくやぼったくなりますので、このようにある程度葉っぱを間引いて使っていきます。で、これをこの赤バラのちょっと段差下ですね、下のあたりに入れていきます。まあ、ヒペリカムはこのように実を重ねてこうスパッと入る位置が必ずありますから、こういうふうにまとめてきれいに見えるような状態にして入れていきます。いいですか。こう入れますね。はい、そして今度こっちの後ろ側がちょっとこうね、お花が入ってない状態ですね。で、まあ、このまんま入れることもできるんですけど、最初はここを持ってくるっと後ろを向けますね。そしてここに花を入れていきます。そうするとこう、うんとこう背面上がりって後ろが上がっちゃったような状態になった花束をになることを防ぐことができて、オールラウンドの綺麗な可愛い丸い花束になります。はい、裏側にもこのヒペリカムの実を入れますね。ここでドラセナを丸めたものをもう一回入れます。後ろ側にも入れますね。そしてここでまたバラを入れましょう。はい、でまたバラを入れます。はい、次にまたこのドラセナを丸めたものをここに入れますね。こういう状態ですね。はい、そしたらこのこういう空いてる場所がありますね。そこにこのスプレーバラの赤を入れます。このようにバラの大きさが大小混ざっていく。そうすると可愛く素敵にできますね。でもう少し、バラのスプレーバラを入れます。でこの時ね、この月枝ってこうついたまんまね、スプレーバラ、スプレー先になってるんでスプレーバラって言うんですけど、ついたまんまこうやってうまくはまればいいんですけど、大体はまらないので、まあ、一輪ずつに分けていった方がやりやすいと思いますね。まあ、今回はうまくはまったので今入れました。次にガーベラの大きいガーベラですね。ガーベラを入れます。ガーベラちょっとまた花束をちょっと回して、ここですね、ここ、この位置、はい、入りました。まあ、あとはこう上から見ていただいて、こう自分で入れたい場所ですね。大輪系なんでちょっとポイントになっていきますので、例えばこの葉っぱの上あたりとかこう入る、ね、ちょっとかわいいですね。で次もう一本は、まあ、じゃあちょっと離したところですね、このあたりにこう入れましょう。はい、そしたらこのガーベラの下にこの丸めたドラセナをまた入れます。はい、
でその時にこう横から見てここの底辺が平行になってないと花瓶に入れた時にこう花束が転ぶような形になるんですね。ここは注意してください。今ほらこう見るとこことここ平行じゃないですよね。ほら見えます、平行じゃないですよね。だからここにもう少し葉っぱを入れて平行に持っていきます。でまたこのようなヒペリカムの実を入れたり、スプレーバラを入れたりしていきます。はい、でこれで今葉っぱを入れたので、底辺もこう割と平行になりましたね。わかりますか？はい、そうすると今度ここが葉っぱだけでちょっと暗い感じに見えますね。なのでそこにこのスプレーバラを入れていきます。はい、そしたら少しねドラスナを伸ばすところ、こう丸めたドラスナじゃなくて伸びたドラスナ、伸びたとかそのままの形のドラスナですね、こう伸ばします。はい、このように伸ばしていきますね。でこの伸ばしたドラスナの下側にも丸めたドラスナを入れます。はい、ただこの時に気をつけなきゃいけないのが、こうホチキスで留めたドラスナって、まあ、下から強い力をねこうやって当てると弾けるんですね、ホチキスが。なのでまあ本当はこの状態の方が葉っぱがつからなくいいから良いんですが、例えば一番どうしてもこう一番外側が移動の時とかに接触してしまう場合とかは、まあ、このようにして持ち込んで持って刃先をこのように握り込みます。で結束してしまえばもう絶対にほどけることはありませんけど、まあ花瓶に入れた時に美しいのは、それ持ち込まない方が美しいので、今回はこうこのような仕上がりで仕上げていきます。はい、ではここで花が全部入れ終わったので結束します。で結束はこのようにループを持ってここに紐を持ちますね。でここからこの今持ってた部分を巻き上げていきます。なんか巻き下げるという方がやりやすい人がいる、やりやすいという方いらっしゃいますが、巻き下げるでもいいですよ。で最後、最初にこうあったループ、持ったループですね、の中にこの最後紐をまたさらにこうループにしてこの中に入れ込みます。こういう状態ですね。見にくいかな、こういう状態です。そしたら最初に出てたこの紐ですね、これを引っ張る、そうすると結束できます。はい、こちらで完成です。では下のね長さを揃えて正面から置いて見てみましょう。どうぞ。
はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様も作ってみてください。ではですね、また次回お会いしましょう。 See you next time.